高輝度に破壊されたセーブデータを復元する RTA、始まるよ。唐突にどうした？高輝度にセーブを破壊されるなんてことある？では、今回使うセーブデータはこちら。プレイ時間160時間超え、図鑑151式の全クリデータだな。まず、5回、というアイテムを使って図鑑を152式にします。は？今の一瞬で何があった？これが最強のバグ技、任意コード実行の力よ。伝説のバグポケ、欠番が図鑑に乗ります。図鑑の捏造なんてしたら大輝度に怒られるぞ。大輝度を切れさせることが目的だからね。レポートを書いてから大輝度の元へゴー。152匹の図鑑なんて見せたら大輝度はなんて言うんだ？よく来た、ポケモン図鑑の調子はどうかな？どれちょっと見てあげようか。ポケモン図鑑の現在の完成度は、見つけたポケモン152、捕まえたポケモン152。152匹、じゃと。どうやって見つけたのか知らんが、これを知った者には、消えてもらうことになっておる。お前は知りすぎた。さらばだ。え？マジ？というわけで、これが152匹の図鑑を見せた時の大輝度の反応ね。いや、怖すぎだろ、なんだこのイベント。ポケモン研究会の闇に触れた結果、セーブデータが破壊されます。大輝度、やりやがった。はい、ここからが本番。大輝度に破壊されたセーブデータを復活させる RTA、始まります。え、あれって復元可能なのか？あの文章が出たら諦めるしかないと思ってたんだが。最初から始める、を選んだ瞬間からタイマースタート。前のデータを破壊したくせに何気ない顔して出てくる大輝度、普通に怖いな。主人公には、テポネダド、という名前をつけます。めちゃくちゃ変な名前だな。この後のライバルの名前は、イーオ、にしてください。こんな変な名前じゃなくて元のセーブデータのレッド、にしたいんだが。ああ、安心して。最終的に元のセーブデータが復活して、この世界線はなかったことになるから。あくまでデータ復元用に使用する一時的な名前よ。テポメダドくん、世界線ごと消される運命なのか。冒険が始まったらまず傷薬を回収。これは知ってるぞ。セレクトバグをやるために使うんだろ。その通り。とは言っても、まだしばらくはチュートリアルが続くので、今のうちに、セーブデータ周りの仕様なんかを少し説明するわね。確かに、復元するからにはその辺の仕組みとか詳細を理解しておく必要があるもんな。まず、普通にプレイしててあの画面って見たことある？いや、ないな。よっぽどひどいバグが起きた時だけしか見れない気がする。それもそのはず、なんとセーブ領域は30くらいのロックで厳重に守られているの。30ロック？だからセーブデータってなかなか壊れないんだな。バグ技で遊びまくってフリーズしても、案外セーブデータが破壊されないのはそのおかげね。フワイルのデータが壊れています、の画面は、30ロックが突破された上での結果だったのか。そうね。壊すにしろ直すにしろ、セーブデータに干渉するにはその厳重なロックを突破する必要があるわ。完全にハッカーの世界だぜ。具体的な解除方法はわかっているのか？それはこの後説明するわね。一応ゲーム画面の方も少し解説。ライバル戦が始まったな。今回は前のセーブデータの命がかかっているので、リセマラなしの一発勝負でやってます。5ターン以内に負けないとリセ、みたいなのはなしか。ということで、勝っても負けても OK です。その後の影響が最小限になるようなチャートになってます。具体的には、チャートの後の方で眠気覚ましを売る時が来るんだけど、ライバル戦に勝った場合は8個、負けた場合は9個売る、というだけの差で済むわ。なんでセーブデータを直すのに眠気覚ましを売る必要があるのかはよくわからんが、とりあえずここの勝敗の結果だけ覚えておけばいいのな。今回は相手のゼニガメがもたもたしてたからこっちが勝ちそうね。ここで勝ったから、後で眠気覚ましを売るときは8個売る、ってことか。謎だ。では、セーブデータを守るロックの話に戻るわね。ロック状態を解除するには、メモリ内の3つの領域に特定の3つの数値を入力する必要があるわ。3箇所それぞれに鍵となる数値があるわけか。そうね。0A の鍵が1つと、01の鍵が2つ必要になるわ。どうやって見つけるんだそんなの。なんとかその3つのロックを解除したらセーブ領域が開くんだけど、次の問題はどうやって壊れたデータを直すか、よね。確かに。直すって言ってもどうやったらいいか見当もつかないな。実は理論上は単純よ。チェックサムのメモリを正しい値に修正すればいいの。チェックサム？またよくわからん単語が出てきた。チェックサムというのは昔から使われている、データが壊れていないか？
を確認する仕組みでね。例えば143というデータを送りたいときに、1たす4たす3イコール8を計算して、1438という形でデータを送信するの。それって何の意味があるんだ？送受信の過程でデータが壊れて、1438が1428になってたら受信側はどう思う？あ、1たす4たす2は7だから、1428じゃデータとチェックサムの8が一致してない、と気づけるな。その通り、チェックサムを利用することで、データが壊れてないかを簡単に判定することができるの。あ、ゲームの方ではバグは高いしね。道具の2番目でセレクトを押して、草むらの上から3列目で往復して戦闘を開始します。この2マスだと後の歩数調整を固定化できます。戦闘が始まったら、すぐにポケモンを選択して入れ替え画面を表示。人影を選んでバグらせたら、一瞬技を見てから逃げます。これで2番目セレクトバグによるどこかしらドア状態が発動しました。マサラタウン内で歩いた歩数に応じて、ドアの行き先が変わるバグ技なんだっけ？ええ、動画の通りのルートで48歩前後歩けばいい感じにワープできるわ。玉虫にワープ。何度見てもヤバすぎるぜ。チェックサムの話に戻るけど、フワイルのデータが壊れています。というのは、セーブデータとチェックサムがずれている状態なの。1428、みたいな感じになってるわけか。そうそう。なので、セーブのロックを解除してから、チェックサムを正しい数字に修正すればまたデータが開けるようになるってわけ。それをこの後やるのか。仕組みはなんとなくわかったけど難しそうだな。ではここから怒涛のチャート消化よ。黒板の通りの種類、個数、順番でアイテムを購入してね。この順番じゃないとダメなのか？絶対ではないけど、この順番が一番安全だし早いのでなるべくそうした方がいいわ。計2900円だから、ライバル戦負けてても足りるな。次に7歩くらい歩いてから再度店員に話しかけます。で、お届け物を毒消しと入れ替えてから、上にあるアイテムをすべて売ります。何したいのかはわからんが、やってること自体は単純だな。すると、下にある眠気覚ましがどんどん増殖していきます。意味不明。上まで来たら眠気覚ましを252個売却。からの、1番目と2番目を3回入れ替え。そして、今回はライバル戦に勝っているので眠気覚ましを8個売ります。ここまでの売買の結果、所持金が 27,775 円になり、道具の22番目に山口が生成されるので、道具の1番目と入れ替え。次に25番目の PPA 道26番目と入れ替え。最後に24番目のバグアイテムを76番目と入れ替えます。一見難しそうだけど、やってることはただの道具入れ替えか。マスターボールとハテナハテナに挟まれた場所でセレクトを押して、バッグを閉じれば、EV の部屋にワープできます。いろいろすげえ。EV には黒板の通りの名前をつけてください。EV は1式しかもらえないぞ。いやいや、いつも通り EV の代わりに左のおじさんが消えるから大丈夫。おじさーん。ここで生き残ってもどの道この世界線は消滅するから関係ないわね。無慈悲すぎる。ちなみにこの EV の名前はプログラムになっていて、セーブデータの30ロックを解除してからチェックサムの再計算をしろ、という命令になっています。この EV6 式で作られた呪文にそんな意味があるのか。具体的には、が空呼ぶず、が、ズニゴがで、ず、が30ロック解除プログラム。キヌヒダ、オゲゾヌ、ヒジテポン、ズヤクナノ、がチェックサム再計算プログラムね。いや、言われてもわからんわ。6式に名前をつけてから、さっき入手した山口を使うと、前のデータが復活するわ。山口さん、一体何者なんだ？山口を使用したら、レポートなど書かずにそのままリセットします。さよなら、テポメダドくん。うまくいっていれば、続きから始めるが選べるようになります。EV おじさんどころか世界線一つ犠牲にしてるんだから、失敗は許されないぞ。結果は？やったー。というわけで、元のセーブデータが確認できた瞬間にタイマーストップ。記録は7分28秒でした。7分半あれば壊れたデータは修復可能。これでどんなにセーブデータが壊れてももう心配いらないな。みんなも心置きなく大木戸に欠番を見せて切れさせよう。そういえば、欠番を図鑑に載せる方法、詳細を聞いてないぞ。確かに。じゃあ、概要欄にあのブチギレイベントを発生させるために作成した任意コードを載せておくわね。やったー。それでは皆さん、良いバグポケライフを。ご視聴、ありがとうございました。